にちは、ジュリだよ。ジュリフルデイズシーズン3、第3回目のエピソードでは何をやるかというと、でで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 、すっごい久しぶりに、日本の大親友と電話をしたいと思います。イエーイ。早速電話をかけましょうか。日本語やばい今日。電話かけます。もしもーし。わー、韓国語覚えてる？覚えてないよ、もうやばいよ。やばい。ちょっとさ、韓国のさ、ファンの人にさ、マコのこと紹介しようかな、韓国語で。あ、してして。かった。キャッチで지금연산통화하고있는코지마마코인데저랑같이プデュー48에나갔던친구예요저랑완전친한친구인데마코성격은약간바보바보야 마코なんて言ってるか分かった？パボ分かった？パボは分かるよ。ジュリのパボ。でも、おい、マコ、マコはおバカじゃないんですけど、ノグリマコらご、く、ハングクペンドリーマーに、イヤギハゴいそんで、く、ノグリラン、タルマンヌン、オルグリ？マコめっちゃ綺麗になっちゃって、もうタヌキじゃないじゃん。もうさ、2年ぐらい会ってないもんね。え？そんな経つ？あ、そうだ、2年だ。待って、2年前じゃないか。1年てか、ジュリがデビューしてから1回韓国に会いに来てくれたよね。そう、1回そう行ったんだよ。でさ、マコがさ、駄菓子めっちゃさくれてさ、いや、袋いっぱいに詰めてさ、ジュリにくれてさ、あれ、お揃いのピン止め覚えてる？覚えてるよ。捨てた？捨ててないよ。どういうイメージ？何、ジュリのイメージ？でさ、ジュリがさ、チーズボールさ買ってさ、マコにさ会いに行ったらさ、マコめっちゃチーズボール美味しいって言ってたよね。そう、いっぱいご飯食べて、ジュリさんが韓国の街を案内してくれたよね。でもさ、そっからさ、1年半とかだっけ会えてないの。こんなに会えなくなるとは思わなかったよね、ジュリたち。本当だよ。ジュリもさ、日本デビューでさ、そのそっちにさ、めっちゃ行く予定だったから。だけど結局日本デビューもオンラインでさ、で、全然会えなくなっちゃったけど嬉しい。でもさ、私たちの韓国での思い出って言ったら、やっぱりプロデュース48じゃないですか。え、覚えてる？いや、覚えてるよ。でもプデューがそれこそ何年前？4年前？4年前ぐらいか。そうだ。一番最初にさ、団体で踊るネッコヤがあったじゃん。あ、あったね。なんかジュリとマコが多分チームが違ったんだよね、多分その時。記憶曖昧だけど。でさ、練習室が違かったじゃん。あ、違ったね。だけど練習室が違うのに、マコがなんかジュリたちの練習室に入ってきて、超泣きながら入ってきて、でもうマコの後ろに韓国人のスタッフめっちゃいて、カメラもついてきて、でジュリにめっちゃ泣きながらね、なんか辛いみたいに来て、で、ジュリも泣いちゃったの、その時。うん、覚えてるよ。なんかさ、私たちさ、AKB だったじゃん、その時。だからさ、コンサートとかもしながらさ、その、撮影をしてたじゃん、韓国で行ったり来たりして。だからさ、もう、キャパオーバーだったよね、とにかく。そうなの。もう、時間もないし、うん、体力もないし。そう。なんか、お風呂入らなくても足りないみたいな。そうだよ。本当にそうだった。ね。韓国のそれこそ、その M ネットのスタッフさんと大喧嘩したの。ここで初めて言うけど、ブチ切れて、もうなんかジュンのチャンネルで言って大丈夫？結構問題児だったのかなって思うもん、今思えば。あ、マコが？うん、いや、でもね、問題児とかじゃなくて、文化の違いっていうか、やっぱり大変だったよね。私たちが韓国の、なんかジュリたちのアイドルのスタイルとさ、日本のアイドルのスタイルと、やっぱり韓国のそのシステムって全然違うじゃん。大変だったんだよね、その衝撃。びっくりしたよね。もうなんか、それを受け入れる間もないぐらい、もういろんなことをやらないといけなかったから。でもね、ジュリ、マコかっこいいなって思ったことがあって、撮影しながら。
それ何かっていうとね、さみんなさステージとかやるときにさ、やっぱりカラコン、カラーレンズをつけたりメイクとかもめちゃめちゃ変えて、やっぱり日本人も韓国風にしてステージに出たりしたんだけど、マコだけ私の周辺ではその レンズもつけないみたいななんかマコは本当に自分のなんかかっこよかった。なんか自分のスタイルを崩さなかったのよ、マコは。だから、ジュリは、なんかその時に、うわぁ、マコってほんとマコらしいなっていうか、それがさ、今も生きてるじゃん、やっぱり。だからさ、その時に、うわぁ、すごい偉いなって思ったし、それはね、ほんとマコのね、なんかその魅力っていうか、ジュリなんてガンガンカラーレンズつけたからね、プデュから。でもジュリさん、私がジュリさんを尊敬したのは、ジュリさんはあっちでの溶け込もうっていう精神がすごいあったな。誰に話しかけてるんですか、さっきから横見てマネージャーさん、マネージャーさんと話さないで、ジュリと話して で日本人の練習生しか日本語喋れる人が本当にいなかったんだけど、ジュリさんは果敢に韓国練習生の皆さんと話しに行ってて、だから韓国語を覚えるスピードもすごい早かったし、すいません、そっちのそのカフェの中継をジュリが見ているみたいになっちゃうのででもなんかすごい他の世界を見るのが楽しかったっていうのはあるかもね。でもすごいよ、それが本当にすごい、私にはできなかった、なかなか。いやでもね、そのプデュで韓国語がさ、ちょっとさ他の韓国人のみんなとコミュニケーションが取れるって言っても、本当このレベルで全然できないのよ、韓国語全然できてなかったのよ。プデュに出てたって言ってもいじるな。でさ、ジュリーさ、デビュー前さ、マコにさ泣きながら電話したよね。したね、どうしようって言ってたよ。でもその時もマコがなんかすごい、ほんとマコらしい形でジュリーをなんか、うわーなんかマコだみたいな感じ、ちょっと語彙力ないんだけどだから本当に超辛くて、最初その1年半ぐらいでやっとこうやってマコと話すみたいにメンバーと話せるようになったのね。マジですごいよ。いやいや、でもメンバーがすごくて、メンバー今ね、ジュリになんか季節の変わり目だねとか言ってくるのえ、日本語で。みんながすごい日本語努力してくれたっていうのが大きいんだけど、その練習生の時にそのマコが自分を否定しないでってすごい言ってくれて、ジュリが韓国来てもマコが電話で支えてくれて、ほんと感謝してるもん何がでも本当にジュリさん頑張ってる。もう何度も言うようだけど、マジで一生分頑張ってるから、いつも言ってくれるジュリさんの人生の山が落ち着いたら、平らになってきたら、本当死ぬほど遊ぼうねっていつも話すよねいや本当にいつもマコと話すのは、20代は本当に頑張って頑張ろうって2人で決めてて、今は頑張ろうって、なんか将来遊ぼうって2人でずっと話しながら、30代になるのか40代になるのか分かんないけど、まあ落ち着いたら本当に世界一周旅行とかしたいもんマコがさ、そのファイナルのさ前、マコがいなかったじゃん。マジで元気なかったもん、ジュリね。ジュリさん一人残して帰ってごめんねって思ってたよ。いや本当泣いたもんね。でもその私が落ちた時の順位発表式が終わった後に、なんかみんなでさ、わーってありがとねみたいなのあったじゃん。したね。てててんてててんでしょあん時にミンソが、うん、ミンソちゃん、そう、日本かじまってずっと言ってて、本当に可愛くて、あ、この子、あー寂しいなって思っちゃった、帰るの。わかる。韓国メンバーと絆めっちゃ深まってたよね、あの時は。なんか戦友みたいなさ、このプログラムを乗り越えた、なんか一緒に戦った戦友みたいな気持ちになる。本当にそう。次さ、何したい？2人会った時。私もそれめっちゃ考えるよ、日々。ね、日々、嘘だ。日々春ヒロインのことしか考えてないやん。それは大事だけど、でもめっちゃ考える。でもさ、それこそさ、多分私が韓国に行く方が早いと思うのよ。そう？ジュリさん多分忙しいから。あ、マコ来たら何したい？なんかでも前回行った時は冬でマジで寒すぎて、やばかったね、あれ。せっかく来たのにあまりホテルから出たくないぐらい寒かったの。超寒かったよね。そう、できればあの動きやすい季節の時に行きたいなって思っちゃったよ。そうだよね、冬はやっぱりおすすめしないな、やっぱ寒すぎて。ジュリももう寒い。寒い。でもまだ4度とかかな。は
朝は1度とか今。え、そんな寒いんだ。日本まだ20度だよ。嘘でしょ。え、本当ですよね。最近20度が平均。え、嘘だ。見て今天気のやつ。マジだよ。え、本当に言ってる。はー、全然違うじゃん。やろ、こっちがびっくりだわ。めっちゃ寒いよ韓国だから。そう、1月とか2月がもっとやばいから、これからが戦なんか変な日本語使ってるよねだってこれからが戦でもさ、なんかマコとかさ会ってるじゃん、そうやって。だからさ、めっちゃ思い出すもん。なんかマコと朝の4時ぐらいまでさ、カフェにでさ話してた時もあったじゃん。だからさ、その時とか懐かしいなって。だってマコって14期生だったじゃん。そうだね。何歳で入った？14歳。14で AKB。 そしたらさ、今10年じゃん。もうそうだよ。そう、私がだって来年で10周年なの。だから10年。え、10周年おめでとう。あ、ありがとう。でも想像してなかったよね、10年前こういう風にさ活動してるなんて。なんか不思議な人生だ。ほんとほんとだ。しかもさ、こんなさ波乱万丈なさ、ジュリさんさ人生生きてるのにさ、まだ24っていうのがさ。あ、お誕生日おめでとう。いや遅い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 。千中華神だ。え、それ歌える歌えるよてか遅いし。おめでとう。何食べてさ生活してるの、そっちで。何それご飯食べてるか心配なんだよ。え、でも最近はあの一回体調崩してさ活動休止したじゃん。そうだよ。そっからめっちゃ気をつけてる。もう全然無理しなくなったから。マコとさ、マコに電話した時とかさ辛くて全部極限まで頑張ってたのね。ダイエットも練習も活動も全部。すごい心配だったあの時。いやもうなんか限界を超えようとしてたから。でもまだ長く続けたいからさ、やっぱりこういう活動だからちゃんと食べてちゃんと運動してって感じ。どう、ジュリ？かわいい急に。え、ずっとかわいいよ。急にどう、ジュリはやばいなんかやっぱさ、わかる。なんかやっぱさ、あのリアルなこうお友達とか こういう関係だと、なんかあ、ジュリさんの大変な時の笑顔と心の底から大丈夫な時の笑顔が全然違うく見えんのよ。ねー、感動しちゃうそれはだからあの時はめちゃくちゃ心配してた。ジュリあの時超ブサイクになっちゃったんだよね。ブサイクっていうか、なんかもう目が死んでた。やめて、それはそれはさ違う意味で過去にずっと言われてたから今はあの元気そうで本当に安心してる。そこはで、マコって目死なないからすごいなと思う。何の話でもさ、マコもさそういうのあるじゃん、やっぱりそのこの仲の良さでさ分かるさ違いは今大変なんだろうなみたいな。あるよね。そう、でも結局さ、なんかやっぱマコとかいう存在がいるからもう一回頑張ろうとか、なんか自分のことを思い出せるっていうか、それがめっちゃ重要。本当に嬉しい、マコが友達で。ねえねえ、なんでその顔しちゃうのいや、急なんかさ、やっぱさたまにさ超カフェモードに入っちゃう。ブーってなっちゃうの、ジュリさん。でも今日めっちゃ今日話したけど全部使えるよね多分。ジュリの動画はやっぱりマコと久しぶりにこうやって会って話すっていうのがメインだから、こんな感じで大丈夫だと思う。ありがとう今日。いいえ。マコのチャンネルでもあの私たちのコラボ撮るのでぜひ見てくださいね。でマコの動画の方がさたくさんちょっと話すかもね。そう、質問ね募集したから、ファンの人質問コーナーするから。で、じゃあのぐりまこちゃん、ちょっと最後のあの挨拶してください。チュリフルデイズをご覧の皆さんこんにちは笑いすぎ笑いすぎ。じゃあ、アンニョンセヨー。韓国の、ちょっと日本語でごめんなさいね。全然。韓国の皆さん、うちのジュリが相変わらず大変お世話になっております引き続き一生懸命な子なので面倒を見てください、見守ってくださいね。ありがとうマコ。え、そうさ、マコのこと撮ってるカメラにさバイバイできる？どこどれだろう。あ、これか。オッケーオッケー。どこどれだろうじゃあ一緒にバイバイしよう。マコの方の動画も見てください。見てね。バイバーイ。
MJ でした。